ピーター・クリストファーソンはアーティスト。ビデオディレクター、グラフィックデザイナーであり、ヒプノシスの元メンバー。ミュージシャン。インダストリアルミュージックの先駆者で、スロッピング・グリッスルの元メンバー。イングランドのリーズ生まれ。数学者のダーマン・クリストファーソンを父に持つ。愛称は 3G。ニューヨーク州立大学バッファロー校にて舞台デザイン。 ビデオ制作について学んだ後、1974年にヒップノシスのデザイナーとなり、ピンクフロイドやピーター・ガブリエルのアルバムジャケット等を手掛ける。クームトランスミッションへの参加をきっかけに1975年、スロッピング・グリッスルを結成する。バンドでは主にテープ操作を担当した。1981年の解散後は同じくメンバーであったゼネシス・ピー・オリジと共に、 ビデオプロダクションと音楽の融合を試み後のポストインダストリアルムーブメントに影響を与えたサイキック TV を結成するがセカンドアルバムの制作後に脱退する。またヒップノシスも1983年に解散した。サイキック TV のメンバーでもあったジョン・バランスのコイルに参加しバランスの死による活動停止まで23年間にわたってマーク・アーモンドソフトセル ジム・サールウェル、キャビン・フライデー、カレント93、ナース・ウィズ・ウーンドとのコラボレーションや、デレク・ジャーマンの映画のサウンドトラックを、はじめ多くの作品とライブレコーディングを残した。その後、タイに移住し、ザ・スレッシュ・ホールド・ハウス・ボーイズ・クワイア名義で、東南アジアの民族音楽的リズムや、変調ソフトによるボーカルを取り入れたソロ活動を行っており、2007年4月に来日を果たした後、 2008年3月にコイルの活動にも関わったイワン・パブロフと共にソイ・ソングを結成。ビデオディレクター、写真家としても知られ、ニューヨーク近代美術館にて永久展示されているコイルによるグロリア・ジョーンズのデイン・テッド・ラブをはじめ数々の CM、ミュージック・ビデオを手掛けていた。2010年11月24日、タイバン国の自宅で睡眠中に死亡した。55歳没。 タイムマシーンズ、ツーフォームグローズランパント、ありがとうございます。